神回やっときました。海外でも日本でもバズりまくりのあの動画をあの人に教わってみた。あと10秒。はい、ちょっと説明はめちゃっていいです。はい、はめちゃっていいですか、はい、じゃあカエルさんストレッチ。カエルさん、はい、こんな感じ。そう、もうちょっと後ろ後ろ、もうちょっと後ろ、あ、お尻後ろです。もう無理めちゃくちゃ硬い。めっちゃつりそう。足をもうちょっと外側に開いた方がやりやすいかも。やりやすいかもって言って結構鬼な感じにしてるけど。きついですか？お尻がつりそう。頑張れ。きついわ。夏木さん超やばい。すごい。コツコツですね、これは。でも私も最初めちゃめちゃできなかったんですよ。本当に。柔らかくなったらどんどん痩せたみたいな。そうですね。やっぱ柔らかくしないとっていうのありますね。説得力あるから。説得力あるから。めっちゃ。めっちゃ突っ込まれるね。もう説得力がないおっさんって言われるコメントでも。ギャップがすごいですね。もう心折れそう。ちょっと心折れそう。頑張れ。あれ？で何でしょう？はい、次前です。前。はい。こうです。こうか。はい。こういや、それ伸びすぎですね。カエルさん死んじゃってる感じになるので潰れちゃいすぎてる。はい、そうです、そうです。もうちょいちょっとお尻をこう引いてあげるといい感じですね。はい、はい、そうです、そうです。頑張れ。お手本はこっちなんで。余裕ある人はもうちょっとこうお尻の方にこうグッと引いて。同じ種目に見えないわ。後ろにお尻を引いてあげるとよりこう股関節が伸びるかと思います。めっちゃしんどそう。まだ、まだ序盤なのに。ちょっと楽になってきてほしいね。なりました。気のせいだ。気のせいですよ。次のホームに行った時に多分気のせいっていうことが分かると思う。左で、次左足で出してこのまま片足カエルさんみたいな感じです。ポキって言った。こう見ていいですよね、はい、一番、うん、ここの股関節周り。そうですね、はい、めっちゃもう疲れてるじゃないですか。種目もきついし、1個60秒だし。俺より硬い人あんまおらへんねんけど、うん、いやもう硬いです。やばいです。すごい硬いですね。これがね、また共感を湧けですよ、これ。ああ、そういうことか。高谷さんも硬いなと思ったけど、うん、もう手のつき方がめっちゃ休んでる人みたいな感じに。ああ、疲れたみたいな。単独でいいですよね。いいですね。お尻下がんない。
もう修行僧みたいになってる。やばすぎる。10分、10分、3分ぐらいだったな、この動画。あそこ、ここでハンドつけたらちょっと楽な。楽になりますか？いや、だぶ楽だ。気のせいだ。気のせいですよね。ハンドつけたらもっときつくなりますよね。もうなんか多分きつすぎておかしくなっちゃった。よし。よし。よし。で、何でしたっけ？はい、次は、その後ろを伸ばす。片方ずつこう、重心を気にしてみて。チャンネル。太もも測ればめっちゃ細くなるのこれ。膝伸ばしきるんですよね、多分ね。もう逆にそんだけ硬いの反則やな。反則やな。本当反則。だから結構ね、アラフィフの方が共感してみてくれる。ああ、そういうことか。アラフィフを体現。サボろ。サボってる。この動き楽なはずやのに。これ一番なんか休憩ポイントですよね、これは。ガクガク震えてますか。よっしゃ。はい、オッケー。そしたら次。開脚。開脚。立って開脚。あれ？スタートポジションについただけ。これぐらいです。あれ？すげえ伸びますねこれ。でも巻いたら楽だけどこうあれですね、なるべくお尻引くというか。まあでも伸びれば。大体で。そこがストレッチなんで大体で、はい、やってもらう。そんなスイックにやんなくても。できてないっすね、気にしてるから。伸びてれば。伸びてますね。伸びてれば OK です。自己申告制で伸びてるから。ちょっと、笑いすぎて、やばすぎる。変なとこが痛くなってくる。確かに。でもそうやって言ってもらわないとフォームだけじゃ伸びてるか伸びてないか確認できません。スタートポジションついただけみたいな。はい、OK です。これで次おしまいだ。はい、最後カエルさん締めです。最後のカエルさんマジ天国ですよ。こんな感じ。あ、なんか最初よりいけてる気がする。すげえ楽です。これ新しいな。新しいんだ。もうちょっとお尻もうちょっと後ろに。後ろに。これあのビフォーアフターでかなり変わると思うんで、ぜひどうだったかコメントで教えてください。最後まで頑張ってください。最後までそうですね。おっさん T シャツ。イケてる。あのか、あれか、夏希さんと高柳さんのチャンネルも概要欄貼っておくので、ぜひ見てみてください。フォローお願いします。もし頑張れる人はね、これで1週間チャレンジとかコメントを使ってやってみましょう。僕はちょっと気持ち的に無理かもしれないけど、頑張ります。OK! お疲れ様でした。ありがとうございました。